今日はすごく迷ってて、この空気の中でこれから生きていくのが辛い。街はこんな感じで煙いけど、みんな普通に外に出てます。本当に煙いから目がなんかしょぼしょぼする。本当にね、空気めっちゃ悪いんだよ。めっちゃ悪いんだけど、普通にみんなね、外出てるしね。なんかでも本当、煙の中まではいかないけど、なんか息がしづらいし、だからね、ここに、ね、ブッシュファイヤーが終わるまで居続けたら結構体に害がね。英語学びたいっていう気持ちで来てるけど、やっぱ一番大事なのは健康だから。でもこっちでも過ごしたい。でもこの煙は辛い。どうしよう。だからオーストラリアの違う町に行くかっていうのも考えてるし、でも結果オーストラリアだから火災の影響はあると思うから、そんなね、町を移動するぐらいだったら国を移動した方がいいんじゃないかなって思って、今こういう状況だったらフィリピンに行った方がいいんじゃないかなって思って、今フィリピンを検討中で。だからオーストラリアに行く前にフィリピンに行くか、まあオーストラリアに行くか迷ってて、でもオーストラリアに行きたい方が強かったから、まずオーストラリアに行ってから決めようって思って、で実際に、まあ、現地に行ってみて思ったことは、オーストラリアで英語を学ぼうって思った。だけど、まあ、でオーストラリア頑張っていこうって思ってたんだけど、この煙がやばいから、だったらその迷ってたフィリピンに行ってもいいんじゃないかって今日この煙の状況を見て思ってて、フィリピンでもともとやりたかったその個別レッスンをやって、でまたオーストラリアに戻ってくるのもいいんじゃないかなって思って、だから今どうするか絶賛迷い中。このままオーストラリアに残るかフィリピンに行くか、健康のためにオーストラリアにいたいけど迷う。だがしかし、何も見えません。何も、ここがすごいんでしょ、多分。やば。禁止使用无人机。应该设立空气炉。我车厂，他说是那个。